ルシャ世界ではササン朝が地方の呼び名として使った行政用語のスタンが地域を示す設備字として広く用いられたのだ。そしてスタン地名はペルシャ文明の影響を受けた中央アジア、インドの広い範囲に広がっていくのだ。現在スタン地名は地域や国を意味する設備字として中央アジアで広く用いられているのだ。アケメネス朝からササン朝にかけて西アジアの広い地域を支配下に置いたペルシャの文明は、後にインドのムガル帝国がペルシャ語を公用語としたことでもわかるように広大な地域に影響を与えたのだ。ウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタン、トルクメニスタンなど旧ソビエト連邦から独立したイスラーム国家には設備字のスタンが付けられているのがわかるのだ。他にもインドのヒンドスタン、パキスタンからアフガニスタンにかけてのパシュトゥーン人が居住する地域を示すパストニスタン、自らの国を持てないクルド人が居住するクルディスタンなどの呼称があるのだ。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいのでチャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。